実力見なきゃ。和訳です、やっぱり。これかな、名古屋大。名古屋大、はい。違うわ。やっぱり宮廷大で安いので、はい、公文をやっぱちょっと取らないと難しいと思うんですよ、これ。そうっすね。サブちゃんとはい、はい、本題始まりました。むちゃしゃね、さあ今回川橋さんに呼んでいただきました。はい、じゃあ今回川橋さんへの抜き打ちテストなんですけども、またまたあるんですか。いや本当はね、はい、もっとパッとさらっとさっき、ね、はいはい、英作文見て終わらして、はい、ちょっとやろうかなと思ったら、はい、ちょっと英作文の回転がひどすぎて、はい、火ついちゃいました。火ついちゃって、ちょっと意外に盛り上がってしまったので、おいおい、それはちょっと困るな、東進さん。はい、前回の動画はですね、ぜひ見ていただければと思うんですが、はい、はい、今回は田橋さんの実力見なきゃってことで。わかりました。和訳です、やっぱり和訳、ね、問題は和訳が大事ですもんね。はい、今年の入試問題、はい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 、からピックアップしていただいて、はい、わかりました。じゃあどれやろうかな、これかな、名古屋大。名古屋大、はい、明大の今年の問題、まずじゃあ明大ですか、解いていただきたいと思います。了解です。はい、これの和訳ですね。はい、はい、あーこれなんだ。これなんだっけ、やった気がするんだよな。お、できましたか。はい、違うな、ここ自信がちょっとない感じですか。はい、そうですね。じゃあチェックしましょう。はい、まあ、今回のですね、まあ、ポイントはですね、知らない単語が出てきた時、はい、知らない表現が出てきた時、一体どうやって対処するのかっていうことですね。で、まあ、プラスで代名詞あったと思うんですね。はい、Manufacturers generally recommend choosing one that's not more than 10% of your body weight. Although this seems to be just a rule of thumb and not based on scientific study. という形で、で、この1の指すものを選びなさいっていうは、ちゃんと示して訳しなさいという形だったんで、はい、で、こういう代名詞問題っていうのは、やっぱり宮廷大で安いので、はい、名古屋大、北大、旧大、東北大もあったかな、この代名詞示す問題、やっぱりあるんで、はい、そこを私も。はい、で、当然知らない表現出てましたね。出てました。はい、それをなんてやろうかですね。はい。Just a rule of thumb。そうですね。なんかこれ見たことあるような。ああ。thumb っていうとこの意味の広がりで、なんか見たことあるような気はしたんですけど、ちょっと。それ推測はこれできるようになってるって気がついてますか？そうっす。まあなんとか推測して書きましたけど、はい、どうかな。ちょっとそういう力をつけておかないと、はい、まあ念のためって感じですね。大事ですよね、はい、確かに。で、マニファクチャー、製作者。違うわ、作成者じゃありません。企業。ああ、企業の中でもどういう企業か分かります？なるほど。マニファクチャー、作る。そうそうそう、作るんですけど、ね、結構マニファクチャーっていうとですね、はい、製造業者って訳されることがすごく多いんですね。ああ、そうだと思っちゃいました。で、そうすると、特に日本史やってる人とかは、はい、工場製手工業、マニファクチャーだらみたいなのがあるじゃないですか。あのせいで、なんかですね、工場的なものを思い浮かべる人がすごく多くて、はいはいはい、マニファクチャーっていうのはメーカーのことですね。ああ、メーカーっていうふうに書くんですか。はい、トイックの教材ではメーカーと訳します。じゃあ、これだとちょっと作成側みたいな、作成者って誰みたいに。ああ、実際に作ってる人か人じゃない、メーカー側。なるほど、これじゃダメなんですね。うん、普通おかしいと思うんですね。メーカー、はい、メーカー側、メーカーって書くのがいいですね。まあ別に製造業者でもいいですけど、その基準は大雑把に過ぎず、科学的研究に基づいたものではないものに思われるが、一般的にはせいぜい体重の 10% の重さの荷重毛布を選ぶことを勧めていると。はい、せいぜい not more than。 ああ、そういうことですね。多くてもっていうことかなと。ちなみにそれよりも多くならないようにって大丈夫です、はい、本当の英語ではですね、問題なんで、アットモスト、アットモスト、はい、言い換えて、まあ、せいぜい体重の 10% の重さ、まあ、もしくはそれより重くならないようにとかですね。なるほど、はい、10% にならないようにって言って、で、ちゃんと荷重毛布、そうですね、なんだ荷重毛布って、美味しそうな名前だなと思うかもしれないですけど、荷重違いで本文中に一応出てるので、この表現は、はい、なので全然難しい。使ったことありますか、荷重毛布。いや、初めて聞きましたね。重いやつですね。それがなんかぐっすり寝れるんですか。あったかいですね、重い分。知らず知らずになんか使ってたかもしれないです、ね。うんうん、で、大雑把に過ぎず、おー、うまくやりましたね。ここどうですか。大雑把なもので別に大丈夫だと思いますよ。よし、いけました。はい、経験則とかそういう意味ですね。あ、そういうことか。だから大雑把な、ちゃんと対比でやりましたね。はい、そうですね、こうサイエンティフィックスタディがやっぱかっちりした基準なんで、その反対みたいなイメージ。
はい、はい、そうです、よかったです。そういう力がちゃんとついてるかっていうのを見たかったので。そうなんですね、はい、そうですね。だからもともと親指でこう測るっていうところから来てる表現ですね。あ、なるほど、はい、いや久しぶりに、久しぶりにちょっとなんかいい評価いただけて嬉しい。はい、やりました。田橋さんちゃんと勉強してます。はい、はい、じゃあ次行きましょう。お、ここで終わらないのが逆にしていいところで終わるにして編集を逆に、はい、次わかんないんで、まあ、できるか。球体の方に行こうかな。了解です。これですかね。はい、和訳、はい、これは普通の和訳か。これ読む時間いただけるんですよね。はい、ただそんなにいらない、そんな直前だけ分かってるので。本当ですか。直前だけ読んでしょう。一応行きましたけども、はい、ちょっと自信がないです。はい、では、ですね、 We now know that there are several basic problems with the experimental setup that suggest the claims that our unconscious fundamentally rules our behavior are significantly exaggerated。 構文をやっぱちょっと取らないと難しいと思うんですよ、これね。そうっすね、構文で何も書いてないから、はい、頭の中でカッコつけてやってました。はい、頭どこにカッコつけました。そこザットをね、ちゃんと判断しないといけないですね。ザット、この最初のザットはノー。はい、そうですね。ノーザット説。はい。で、これが全文にわたるのかな。うん、で、その間に there are ザットの中の主語というか、there、う、are、ん、っていうところが、はい、there are several basic problems。これはまあ主語かな。うん、basic problems で、この with からのセットアップまでが付け足しみたいな、ここうまく訳せなかったんですけど、うんうん、まあ、付け足しみたいな感じでカッコで入ってて、で、このプロブレムズの同格がこのざっと以下で suggest、同格にはならないですね。同格ではないんですかこれ。だって suggest ですよ。あれだ、関係代名詞。そうですね、SV 関係代名詞の SV で、この問題が提示するっていう、何を提示するのってなって、この suggest の目的語が、ね、それでこの that が suggest であるっていうのがポイントで、はい、セットアップにはかからないって分かるわけですね。はいはいはい、セットアップだったら that suggests になるはずなんで、はい、あ、そうですね、それもだから要素の分離が起こってて、はい、でこの要素の分離っていうのが東大が大好きなんで、ほぼ毎年問うものなので。そうですね、プログラム2の S だから suggest S 使わずセットアップの方にもかかる。そうそうそう、で suggest で、この説の中の主語が the claims、はい、クレイムズ でこのクレイムズの同格かな、うん、同格のザットが our unconscious 無意識が fundamentally で副詞入って rules、うん、これが主語で our behavior、 ここまでがルールは主語じゃないですね。あ、動詞、はい、動詞、すいません、はい、でここまでが同格の区間、はい、そうですね、でこれが主語、はい、クレイムズが S だとして、はい、our significantly exaggerated が V、はい、そうです、いう感じです、ね、はい、構文取れてますね。構文取れてますね、はいはい、ちょっと日本語がだいぶ怪しいです。私たちは今、はい、実験的な成果に付随して無意識が基本的に私たちの行動を管理しているという主張が強調されすぎているということを示すいくつかの基本的な問題が存在していることを知っている。あー、なるほど、実験的な成果に付随して。ここがちょっと日本語でよくわかんない。じゃあこれはよくわかんないですよね。どっからやってきたんですか。このエクスピメンタルが実験のセットアップっていうのがわかんなかったんで。セットアップする、この作るまさに状況のことですね。そのセッティングですよ、いわゆる、設定。設定でいいんですね、うん、その実験の設定にもに問題があると、根本的な問題があるってことを知ってるわけですね。あ、じゃあ全然違いますねこれ、うんうん、成果じゃないです、はい、あ、そうか、プロブレムズウィズもわかんなかったですね。なんとかのカッチカッチ全部入っちゃいます、どうするプロブレムウィズ、それわかんなかったです。なんとかの問題ですから。あ、それわかんなかったです。これは知っとかなきゃいけないです、ね、あ、これのになるんだ、オブじゃないですね、はい、これの問題っていう、ウィズがくっつくんですよ、うん、プロブレムもウィズとめちゃめちゃ相性いいです、ね、あ、それ知らなかったです、はい、で、だから実験の問題で、基本的に私たちの行動、まあ管理、そうですね、管理支配、支配しているという主張が強調されすぎている、ここは大丈夫ですね。示すにしたんですね。ことまあ、別に示すでもいいですけど、まあ、示唆するってことですね。あ、示唆がよくで使われますか、はい。する問題が存在していることでした。はい、まあ悪くはないですけど、そうですね、やっぱセットアップとか、ね、ッッ、まあ、構造が取れてたんで、このざっとのやつ、はい、よかったかなと思います、そこは。苦戦しましたね、これ。なるほど、なるほど。そういう感じでした。はい。はい、うん、こういった感じで、田橋さん勉強しておりますので、はい、応援してあげればいいんじゃないかと思いますので。いいじゃないかと。いいじゃないか。はい、じゃあ、ということでした。皆さん、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。